ロキンにまで目つけられてんのに。そんなことで引き下がんな男じゃねえ。こいつ本気で行きそうだぜ。なあお前からも止めてくれよ。うん、行ってこい。うん、男を見せてやれ。おおよ、先輩にも見せてやるっすよ。おお、モロキンがなんぼのもんじゃ。辰巳幹事なめんなおら。あー本当に行っちゃった。なあちょっとおい。あー知らない知らないもう。なあアホが走ってくよ。もう死んない俺。まああいつなら大丈夫だきっと。うん、一方その頃知恵とユキコのテント内。大谷さん、なんでここだけ3人か分かったよ。眠れないね。お腹も減った。あれもうちょっと食べておけば気絶はできたかもね。もう寝れないしやることもないし。そういえばクマくん今頃何してんのかな。一日中一人って考えてみたら寂しいよね。そういえばあいつ前にさ。うるさいよ。全然聞き取れねえよ。めっちゃ気になるんだけど。鼻と口塞いだらいびきって止まる？多分ね、息の根も止まると思う。ちょ、やめなさいあんた。誰？うわ、嫌な予感しかしない。再び、こっちか。うん、何してんだよ、こんなとこで。こっち男子だぞ。入れて、テントに。バカ言うな。モロキンにバレたら定額なんだぞ。戻れって。帰れないの。腐ったみかんはいねが、みだらな行為をするやつな。やばい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 、とりあえず入ってもらおう。うん、しょうがねえな。早く入れよ。で、何なんだよ一体。その、幹事くんは。ああ、やっぱり知恵ちゃんたちのところにたどり着いたんだね、あいつは。気絶して伸びちゃってるから。うわー。あいつなりには頑張ったな、でも。その、したことじゃないよ。いきなり入ってきて、いきなり気絶したの。そんだけ、ね、ユキコ。で、そんな状況で寝れないしさ、起きたらほら、騒ぎそうでしょ。だから置いてきちゃった。ってことは今、大谷さんと二人っきり。いやー、ちょっと、お幸せにということにしておきましょうか。なんだ？話変じゃねえか？いきなり入ってきて気絶？いいか？フラチとミダラは違うんだからな。これ酔ってるな絶対。来た、近いぞ。おい、明かり消せ。モロキンの気配が近づいてくる。おい、お前ら二
人いるな。返事しろ。いませーん。ああ。花村はもう寝てるんだな。うっす、もう寝てます。うっす、うっす、もう寝てます。寝てないじゃないか。いいか、ちょっと飲みすぎたか。眠くて倒れ。いやー、よかったよかった。一気に年食った気分だぜ。まったくだよ、危うく定額食らうとこだった。あのな、お前らのせいだかんな。しょうがないじゃん。とにかくもう出れないし、朝人を起き出す前に出てっからそれでいいでしょ。なんでお前がキレてんだよ。言っとくけど、妙なことしないでよね。妙なこと？何勝手に。わ、これもみんな揃って陽介見てるわ。くそ、貸しだからな。テントの中に荷物でバリケードが作られた。さあ、ということで朝かな、翌日午前中で現地開催になった。ほう、ここが噂の。俺らしか来てないみてえだな。どうした、腹でも壊したか。めっちゃ元気ないよね、感じ。大丈夫？いや、なんか昨日の晩俺カーッとなってテント飛び出したような気するんすけど。おかしいな、夢だったんすかね。起きたら花村先輩らのテントだったし。夢だって。うん、なんもなかったよ。ああ、よし、とりあえず泳ぐか。先輩マジ泳ぐんすか。ほら、だりし、パスで。何見てんの？あんたらだけだ。ノリが悪い、みんな。そういや、貸しがあったよな。え？待ってよ、うちらもパスパス。貸しは、まあ、そうだけど。そう、水着持ってきてないし。いや、残念だな。なるほど、それなら仕方ないな。そうだよね、残念。ああ、そう。飯抜き我慢して、ボロキンからもかばってやったのに、水遊びには付き合えないと。いや、ほんと残念だってば。水着持ってれば入れたのにな。じゃーん、なんとここにありました。もうただの変態じゃねえかよ。もう変態じゃないか、陽介。ジュネスオリジナルブランド、初夏の新作だぜ。しかもジュネス、知り合いの店員に選んでもらったんだ。結構いいだろう。うわ、引くわ。うん、素直に引いたわ俺も。うわ、なんかそれ考えるとなんかもっと引く。いいじゃん、一緒にみんなで泳ごうぜ。どうする、ユキコ。水着持ってれば入れたのにね。腹立つなこれ。晩飯楽しみにしてたのにな。でもダンスで作るっていう選択肢はなかったんですかね。昨日の晩俺らが助けなかったらどうなってたかな。まあそれは素直に行ってこいって言って、あの幹事の背中を押してしまった俺の責任な気がする。わかったっつの、しつこい男だな、まったく。
ほっしゃ、そう来なくっちゃ。あいつら、どこまで着替え行ったんだ。ほら、じゃあ入るわよ。あー、ちゃんと変わるんだね。さすがペルスナ4。これは…いやこれで証明されましたね。よかったよかった。そういう人じゃないって。よかったな感じ。感じくん的にはね、感じ的には収穫あったねこれ。ちーちゃんかわいい。ちょっと、いきなり何なの。音符出るんだ。いや、想像以上にいいんじゃね。昨日物体 X を食わされた分が、まあちょっとは報われたかな、みたいなさ。っていうか、俺の見立てよくね。まあ中身がちょっとだけガキっぽいけど、将来いい感じのお姉さんになるぜきっと。な、そう思うだろう。いや俺に振らないでくれ。俺に振らないでくれ。すっげえ冬か。そりゃそうだ。私も。うわあ。つれて。落とすことねえだろ。待って、あの岩あっこに当たってたら即死だったんじゃね、もしかして。いいじゃん、どうせ入るつもりだったんでしょ。自業自得だっつの。ったく最低だよね、ハンジ君。からずっと黙りっぱだけど、体調悪い？もしかして昨日のダメージが？って、あ、ん？ちょっと、やだ！感じ。めっちゃかわいそうなんだけど。うえっ、くしゃ。お前らなんてことすんだ。あれ、上から何か聞こえない。あ、なんか今更なんですけど虹もかかってますね。綺麗だ。相当これお酒飲んだモロキンの感じがすごいするんだけど。やっぱり。だからうちらしかいなかった。なるほどね。よかった、入る前に気づいて。うん、じゃあ帰ろっか。先輩、何も言わない。とりあえず出よ。何か大切なものを失ったような気がする。せやな。さあ、ということで夜になりました。いやー、でも楽しかった楽しかった。ただいまー。どうだった、楽しかったよ。めっちゃ楽しかったよ。もう、さあ、ということで日曜日になりました。そっか、服も変わってるねやっぱり。そして特に電話かかってくるとかはなかったので、ちょっと通販番組を見ましょうか。なのよくのとも、めっちゃ耳に残るよねこれ。
今日は何ですか？帯？ワンダホー。漢字の装備にしたいな。サプリまでついて？あ、やばい。こっちの方がすごい欲しい。ちょっと釣りに行く機会がなかなかないんですよね。そしてクエストの猫に餌をあげるというやつは多分魚をあげないといけないと思うので、釣りをするのがもったいないけど5000円も高い。どうしよう。そしてこれをね、この魚を餌にあげるっていうのもすごいもったいない気がするんですが、俺は時間を取ります。まあ、これで1回かな。どうだろう、2、3回ぐらい餌あげないといけないのかな。それ次第でまたね、状況が一転しそうな感じがするんですが、とりあえず買いました。では外に出ましょう。俺としてはちょっとね、まだコミュができたばかりの漢字コミュをやっていきたいなって思ってるんですよね。できるだけ上げるっていう感じで、うん、いきたいと思います。いるかな、どこにいるんだろう。そうだ、犬ですよ、犬。ちょっと今回は歌ってみましょうか。歌ってみた。かっこ口笛。まだ警戒してる？チース。ってことでやっていきましょう。オベロンさんがいますから、きっとね、いい感じに、過ごせるんではなかろうかと思いますが、あとちょっとステータスが足らなくてですね、バイト募集できませんでした。そうだったね。っていうか、前見た時もそうだったよね。あ、アイヤじゃん。あ、そうなの？希望でやってきたの？マジか。結構食べるんだね。でもいい。いいお母さんじゃん。まあ正論だけどもな。別にいい子なんだけどね。うわー、帰っていっちゃったよ。食べればいいのに。いやいや、いいんだよ。うん、ちょっとずつでも変わっていけばいいんだよ。うん、おう、何をおう、かっこいいじゃん。いいじゃん。バローな、うん、熱意が伝わってくる。さあ、ということで皇帝コミュがランク2になりました。ありがとうございます。3、4ぐらいにはしたいんだよな。欲を言えば5にしたい。揃えたいんですよね。三島高よ。なんか頼んでた、あれまだ注文してなかったの。頼んだんだ。まあ後からでも気づいただけいいんじゃないかな。うん、
リフォームスゾーラーって、もういいやつ、スーパーいい子、それは嬉しいね。アイアの店主さんがもうなんか優しすぎるんだけど、いい人すぎる。ということで夜になりました。あ、3人で食卓を囲んでますね。ワイドショーが流れてる。以上、当プロ久慈川理瀬休業に関します本人よりのコメントでした。時間が押しておりますので、質問などございます方は手短に。失礼、女性ビューの石岡です。静養ということは何か体調に問題でも？いえ、体を壊してるってわけじゃ。あれ、この子ってあの、なんか最初オープニングに、オープニングというか最初にあったムービーになんか出てきた、出てきてた子じゃないかな、 CM の。そうするとやっぱり心の方。え、休業後は親族の家で静養との噂ですが、確か稲橋ですよね、連続殺人の。え、あの、老舗の豆腐店だと聞いてますが、そちらを手伝われるんですか？以上で記者会見を終わります。はい、道を開けてください。リセちゃん、テレビやめちゃうの？さあな、けど実家ここってことは面倒な野じ馬が増えそうだな。結構人来そうだよね。面倒なのも我慢するのも理性には無理、嫌い、しんどすぎ。カロリーと体脂肪が気になるあなたに、特定保険用食品のケロリーマジック。ケロリとスリムな体型を。そう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 、ケロリーマジック、そうだそうだ、それそれ。うん、藤川理性か。何もないのが取り柄だったような田舎町が今年はえらく騒がしいな。もうそれだったらもう学校の話題それだけでなんかもうねえなっちゃうんじゃないの。あれ、珍しい。商店街の辺が普段と違う感じだった。なるほど、やっぱ人とかすごいのかな、ざわついてるっていうか。うん、これは事件の匂いがする。ね、何かいろいろと話が聞けるかもしれないですから、今日の学校のイベントは大事に、特に大事にしていきたいところですね。あ、感じきた。うーっす。お、来た。最近真面目に来てんじゃん、どうしたん？えらいよね、びっくりしたよ、ほんと。朝一緒に来たっていうか、朝ね、会ったからびっくりした。普通に遅刻してくるようなタイプだと思った。出席日数って面倒なんがあるもんね。なるほどなるほど、それはちょっと面倒かもしれない。しかしお前の顔見るとこう、どこにも林間学校。林間学校ね、忘れるんじゃなかったのか。うん、よすけ、忘れた方がいいぞ。いや、すまん。いいっすけど。つうか、そうだ先輩ら、ニュース見たっすか？ね、昨日のニュース。ああ、久慈川理瀬電撃休業ってやつ。まさに今ブレイク中ってとこなのに、なんで休業すんだろうね。アイドルってのも大変だよな。うん、とりあえず俺的には全然情報とか知らなくて、情報とか欲しいからこっちで行きます。